皆さん、こんにちは。大阪メトロは、引退した地下鉄車両の部材を使用し、商品化する取り組み、大阪メトロクリエイトをスタートしました。これまで、廃車した車両は、一部の部品を取り外して販売したり、資源として再利用したりしてきました。廃車車両の部品って、鉄道が好きな方にはたまらないですが、 そうでない方には、ですよね。でも、電車って40年近くにわたり活躍してきたので、皆さんにも思い出や親しみはないでしょうか。そこで、引退後も皆さんに大切にしていただきたいという思いから、商品として再生する取り組みを進めることにしました。そして、大阪といえば、 ものづくりの街大阪メトロはものづくり事業者クリエイターを応援し大阪を共に盛り上げたいと考え2021年5月から6月にかけて商品化に向けて大阪メトロと共にご協力いただけるものづくり事業者クリエイターを募集し実際に使用する車両の見学会を行いました皆さんなら どんな商品のアイディアがありますか私なら、一両丸ごとキャンピングカーそのままはダメですか部材なら、釣り革が持ち手のカバン、とか、釣り革を用いた健康ぶら下がり機とか、釣り革を使った犬用リードとか。嫌だ私、決して。 釣り革マニアじゃありませんよ。釣り革以外で、あ、ひらめきました。車輪を使ったシャンプーハット。どのような商品が出来上がるのでしょうか。試作品のお披露目は2021年秋を予定しています。お楽しみに。またお会いしましょう。